韓国キム・ミンジは放出候補の方に愕然。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。伊藤洋輝選手の加入、そして新たなセンターバック獲得の噂など、今季タイトルを逃したバイエルン・ミュンヘンは精力的に選手の刷新を進めているようですが、そんな中、現地紙による自国のスターキム・ミンジェ選手放出候補の方に韓国メディアが愕然としているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。2023-24 シーズンに無冠に終わったバイエルンはシュツットガルトから日本代表ディフェンダーの伊藤洋輝を獲得した。さらにレバークーゼンのブンデスリーガ無敗優勝に大きく貢献した。ドイツ代表ディフェンダーヨナタン・ターの補強も取り沙汰されている。そんな中、既存のディフェンダーの立場が危うくなっているようだ。韓国メディアスポーツキョンヒャンは、衝撃だ、ダイヤーだけが残る。バイエルンがキム・ミンジェ、デリフト、ウパメカノの売却の可能性、センターバックは全面刷新予定、と題した記事を掲載、次のように綴った。主力として重用されると見られたキム・ミンジェが売却対象になる可能性があるという見通しが出た。一方、エリック・ダイヤーはバイエルンの売却対象ではないというニュースだ。同メディアは、ドイツのキッカーはマタイス・デリヒトとダヨ・ウパメカノは適切な金額のオファーが来れば去る可能性がある。キム・ミンジェも同じだ。昨シーズン後半、キム・ミンジェの下落傾向は球団内部的に疑問を抱いたと伝えた、と報道。韓国代表ディフェンダーについてこう綴っている。キム・ミンジェも売却の可能性があるようだ。当初キム・ミンジェはバンサン・コンパに監督体制で重用されると考えられた。攻撃的なサッカーを駆使するコンパに監督の哲学に照らしてみたとき、キム・ミンジェの攻撃的な守備スタイルを好む可能性が大きかった。しかしそれでも安心できない状況だ。記事はバイエルンはまだドイツのブンデスリーガ最高のセンターバックである、ヨナタン・ターの迎え入れを望んでおり、交渉もまだ進行中だ。さらにクラブ内部的にも昨シーズンに失望のパフォーマンスを見せた。キム・ミンジェに対する疑問がまだ残っている状態だ、と指摘。こう主張している。結局キム・ミンジェは自ら証明しなければならない。新監督の体制で昨シーズン不振だった姿を覆して自分のスキルを証明することだけがミュンヘンでレギュラーとして生き残れる道だ。今後の動向が注目される。このように伝えています。ドイツの地元紙が既存のセンターバックでエリック・ダイヤー選手以外は放出候補といった記事を報じたことに、韓国メディアは愕然としているようですね。自分のスキルを証明することだけが生き残れる道と報じていますが、果たしてそれを証明するための時間が与えられるのか、そのあたり微妙なところと言えそうです。では次に、この記事に対するネットの反応を見ていきましょう。普通に見たら高額ベンチ要員はいらないから売却候補ナンバーワンだろ。サッカー IQ 高くしないとこの先バイエルンではベンチ外になりそうだし、移籍した方がいいよ。キム・ミンジェに関しては納金というのもあって3バックでお守りが2人いないと機能しないセンターバック。デリフトの去就とターの獲得によって変わるとは思います。ミンジェを含む一部ディフェンス陣に不満があるとして戦力を入れ替える。だが馴染むのに多少時間がかかる場合が多い。登録者の多い韓国人 YouTuber が作成したキムの良いプレー集動画見たけど、明らかにポゼッション戦術には不向きに見えた。センターバックのスタメンはダイヤー固定だろう。もう一人を誰にするか、そこに伊藤が入れるか、最悪伊藤はサイドバックもできるしな。フィジカル、スピード、身体能力の高さは確かに魅力だけど、ハイレベルなクラブでは周りの助けがないと機能しないのは厳しくなる。ミンジェの強みはフィジカルの強さを利用した対人能力で、後方からのビルドアップ能力でも足元の技術のうまさでもない。攻撃的な守備スタイルとは何なのか。売れるなら売りたいだろうけど、獲得してまだ1年で投資を回収できるほどの高値で買ってくれるチームはないだろう。おそらくは残留かローン移籍でしょうね。フォーバックだとサッカー IQ が高いデリフト・ダイヤーあたりが優先になるよね。スリーバックなら使えるけど、フォーバックを選択するなら心もとない。パワーはあるけど判断力がな。
莫大な損切りをするならカップ要員として残す選択肢もなくはない。ベストを尽くした結果いらないって言われたらそれまででしょ。攻撃的なサッカーに対して攻撃的な守備が求められるのか、ポゼッションとビルドアップではキム選手は対象外でしょうね。別にバイエルンに固執しなくてもミンジェなら他のクラブでやれるだろ。こうなると移籍して出直した方が気が楽じゃないか。伊藤に押し出された感じになるのが嫌なんだろうね。いつまでそんなことにこだわるのかな。放出された方がいいだろう。シーズン後半にはベンチだった上にさらにディフェンダー獲得してるんだから。単純にバイエルンのレベルではなかったってことでは。確かにフィジカルコンタクトに激強でスピードもあるんだけど、ビルドアップに一切貢献できない。衝撃、当然の結果です。伊藤とミンジェじゃスタイルもやり方も全然違うのに比較対象にしてもな、わら。欧州 CL 優勝したいのならキム・ミンジェは怖くて使えないだろ。昨シーズンのパフォからすればやむを得ないと思う一方で、果たして買い手がつくのかな、と。さすが S級スター、人気者ですね。何も衝撃ではありません。現状世界からの評価を見れば妥当です。しかしバイエルンの選手獲得は毎度品がない。別にバイエルンから放出されたところでサッカーできなくなるわけじゃねえんだから。サウジを買い取ってくれ。さまざまな声があるようですが、キム・ミンジェ選手を対人は強いが判断力が悪い、そう見ている人が多いようですね。キム・ミンジェ選手は現在27歳で、11月には28歳に。日本代表でいうと鎌田選手や板倉選手などと同世代となるようですが、もう決して若い選手とは言えず、今の不安定な状況は何とかしたいはず。そもそもコンパニー監督やクラブ側がミンジェ選手をどのように見ているのか、本当のところは外部からは何とも言えませんが、韓国メディアの見方とは異なり、コンパニーのサッカーにキム・ミンジェ選手が合うとは正直言い難く、もしチームに必要とされていないのであれば思い切って移籍するというのもありかもしれませんね。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。